リバースイーブ、実は一着も持ってない。どうもプライドのマセヤです。今回で何回目になるか分かりませんが、だいぶ皆さんは勉強できてるんじゃないでしょうか。で、今回はスウェット編。スウェットね、うちの私物紹介で最初にやったんがうちの社長のヴィンテージスウェットってことでね、スウェットはそんないろんな人もこの後紹介してきたんですけど、まあうちにゆかりがありますんでしっかり紹介していきたいと思います。じゃあまあまずスウェットはうちの社長の動画でも言っといたんですけど、もともとセーターがスウェットに変わっていったって言われていますね。1930年代ぐらいに結構スウェットは取り上げられるようになるんですけど、それこそワークとかはもともと労働着だったっていう感じで説明したと思うんですけど、スウェットはもともと大学とかの運動着として結構使われてたんで、カレッジアイテムとかって言ったりしますね。まあそれこそ30年代ぐらいでチャンピオンも出てきますし、リバースイーブも30年代ぐらいに実は誕生していたらしいですね。1930年代でスウェットといえば結構有名なブランドといえば、先ほど言ったチャンピオンもそうなんですけど、あとスポルディング、ウィルソンとかも有名ですね。で、結構この30年代とかのスウェットに多いディティールが、ツートン。あとウールが混在してますね。コットンとウールが混在して作られてるスウェットはめちゃめちゃ多いですね。V、マイ V とかって言うんですけど、ガゼット付きも、この年代のスウェットの初期ぐらいから使われてますね。あとはプリントなんですけど、この当時の30年代とかは今みたいにラバープリントとかいろんなプリントの方法ができてないんで、もう基本的にフェルトプリントっていう、まあ、ワッペンみたいなのがついてるようなプリントが主流なんと、あとステンシル軍物とかでよくあるステンシルプリントっていうのが多いって言われてますね。あとこの頃ぐらいにスウェットで有名な後付けとかもできてたりするって言われてるみたいですね。40年代ぐらいになってくるとスウェット、まあそんなにめっちゃは変わらないんですけど、ブランドも結構いろんなブランドが取り上げられるようになったりして、まあ有名なヘインズとかも、まあこの年代ぐらいですかね、多かったり、うちの社長も持ってたダックスバッグ、両 V とかが有名ですね。ダックスバッグも取り上げられたり、あと松岡さんもちらっと言ってたボディーガードとかが結構取り上げられたりすることが増えてきますね。この辺ぐらいでディティール的にはフロッキープリントとかが始まった、あと染み込みプリントも始まったって言われてたりするのと、あと軍物の古い US アーミーって書いたスウェットとかもこの辺ぐらいに始まったって言われてますね。あとまあちょっとかなりマニアックなんですけど、こういうリブとの接続部分のステッチが日本針のステッチを使うとか、この年代はよく言われたりしますね。まあこっから50年代ぐらいにかけてまたいろんなブランドで使われるようになってくるんですけど、強いて言えばスワ系ブランドが使われるようになったりしてきて、それこそ松岡さんの後付けパーカーでついてたタグがピルグリムって書いてたんですけど、ピルグリムとか、モンゴミリーワードのブレントとか、まあ、シアーズのスウェットとか、まあ、結構スワットワ系ブランドで、特にピルグリムが有名ですかね。一番人気なのはピルグリムと言ってもスワ系だったら買うもんではないと思います。あとは松岡さんでも登場していたアコムですね。アコムがこの年代だったらかなり有名ですし人気ですし、まあ、ツートンとかが結構多いのと、あと、フリーダムスリーブとか使っといたり、あとは、セパポケとかも有名なんですけど、まあ結構デザインが人気で、まあアコムのスウェット好きな人多いと思いますね。
あとは、50年代ぐらいに結構いろんなディティール増えてくるんですけど、リブが張り抜きリブってなるんですけど、ちょっとリブの、形状がちょっと段差があるような張り抜きリブがあったり、ゴマ仕様のカーディガンタイプのスウェット、これもかなり有名ですね、ゴマ仕様で。あとはちょっと僕着てるんですけど、こういった感じでドラポケって言って、このリブとここに間が開くんですよ。でドラポケのドラはドラえもんから来てるんじゃないかと思います。で、60年代になれば、まあ、うちの社長と松岡さんのスウェット編で紹介したプリウス製の、スヌーピースウェットですね、が登場していき、まあ、その辺は、その過去の、まあ、うちの社長の動画と松岡さんの動画を見てもらったら、あ、これがスヌーピースウェットかと。で、この辺がレアなんだなっていうのは、見てもらったらわかると思いますし、まあ、お二人が持ってなかった部分で言えば、スプリウスで言うとこの、星座柄ってあるんですけど、その辺も結構有名ですね。あとは、この年代が、まあ、50年代ぐらいから60年代にかけて、ベートーベンスウェットとか、音楽家スウェットも、かなり高値で取引されたりしてくるイメージですね。比較的今までチャンピオンについてスウェットを紹介するのにあんまり語ってこなかったんですけど、まあチャンピオンはもうチャンピオンだけで一本ちょっと動画を、またリバースウィーブとかランちゃんとかその辺含めてちょっと一本撮るんで、ちょっと今回は割愛させてもらってます。スウェットはあと本当こうポケットとかいろんなディティール、まあノリオさんのスウェット編でも出てきたりセパポケとかあるんですけど、まあちょっとそういうのはこうディティール専門で、またいろんなアイテムのディティール専門用語集みたいなのをちょっと作るんで、この辺でまた紹介していきます。なんでこんな感じで大体スウェットの説明ざっくりなんですけど終わらせてもらおうと思います。グッドボタン、なんか気軽にコメントなんかもしていただけたらと思います。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。